はい、えー、それではですね、いよいよ登場、WebDevelopment Essentials の、えー、概要と学習のポイントということで、えっと、LINUXLPI 日本支部の岡田の方から発表させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 えっと、本日のさまリーとしてましては、まずはじめに自己紹介と LPI、l p i クについて、そして、まあ、ウェブ技術についてというふうに、えー、と書きました。ちょっと今日はあの実は話し方の進め方の経路が違います。そして最後にまとめという流れでいきたいと思いますのでよろしくお願いします。えー、本日のスピーカー、は、ま、じ、あ、めにです。本日のスピーカーとして岡田賢治、えー、都内保護者でサラリーマンやってます。で、今 SES で仕事の会社なんですけども今アメリカの会社の仕事を手伝っておりますので実はアメリカ時間で仕事をしてます、えー、と夜の10時11時から朝の7時8時まで仕事をするというですね昼夜逆転の仕事をしておりまして今日も実は、えー、と現地の金曜日として朝の7時まで仕事をしておりましたえっ、ー、とまあですね実はあの話すない実は電話をしたりもするんですけどその人たちと全部英語で話してるので実は今 思うより日本語が出てこないと思ったのは多分その辺の癖かなという感じではあります。えっ、ー、と、好きなディストリビューションはデビアンということでですね、まあ、あのー、最近ですと11.4が出るっていう、出たっていうのでアナウンスがされています。で え次に書いてあります、LPI 日本支部の方から来ましたという記述をしていますけれども、厳密に言うと LPI 日本支部の人間ではございません。LPI 日本支部の方にほうに、まあ、LPI も含めまして、まあ、お仕掛け手伝いということでレビュー、試験のレビュー,アーとか試験開発のお手伝いなどをさせていただいており、まあ、このようにですねセミナーの方うで、えーと、セミナーの発表を担当させていただいたりもしています。はい 次に LPI ・ ELPIC についてですね。LPI とはどういう団体か。LPI ・ ELPIC とは、実は、えっと、l i n ック s プロフェッショナルインステュートという団体です。で、本部がカナダ・トロントにある、えっとまあ、団体でして、で、世界中で ELPIC をはじめとする資格試験を配信しているという書き方をしています。 えっと、以前はですね、エルピックを配信しているというですね団体って言ってたんですけども、えっと、今、エルピックをはじめとするという表現になってます。理由を後で説明します。で、配信される資格試験の方はですね、まあ、日本語、英語をはじめとして、その他数学がで配信されてます。で、特徴としましては、ベンダーニュートラルの試験。 とということはやりますベンダーニュートラルとは何かというと、例えば資格試験で有名なのは、例えば、えー、とネットワークの資格試験、CCNA とかありますけども、あれはシスコ社が提供している、まあ、試験で,で、シスコ社の、まあ、ネットワーク機器と、そのネットワーク機器を動作するためのそのネットワークの まあ、仕組み、概念が理解できているかどうかというのを問う。あれは資格あのあのシスコというベンダーに対して依存している資格試験です。まあ、Linux のです、ね、ところにも実は RedHat という会社がありまして、そこに実は独自の、えっと、資格試験があります。これはベンダーディペンドな、えっと、ベンダーにべったりの資格試験です。 LPIC とか LPI が提供する資格試験はです、ね、ベンダーニュートラルになっていますので、特定のベンダーに依存した資格試験は出ません、あの試験問題は出ません。ですので、例えば、詳しい方は Linux にはですね、パッケージの管理方式として2つあると、.rpm と .dev という、この2つがあるんだということはご存じかもしれませんけれども、例えばこのパッケージの操作方法に関しましては、実両方とも試験範囲になっています。 ですので、どっちかだけとか、どっちか専門というような仕方はせず、ベンダーニュートラルに、特定のベンダーに依存しない形の資格試験を配信しています。そして、CBT 形式の試験。えっと、CBT、コンピューターベーストテスティングとは、コンピューターベーストトレーニングという意味で CBT という単語が出てきますけども、えっと、資格試験はですね、 まあえっと、今まで行われているのは、ピアソンビューにあの提携する資格,試験があの資格試験なんですけども、ピアソンビューの認定の試験会場に行きますと、まあまあ、電子的に裸にされるって言いますけど、ポケットの中全部出してください、スマホとか全部出してくださいって言って、私の行ったところはロッカーがありました。ロッカーに持っているものを全部入れて、で、ホワイトボードの、A4 版のホワイトボードみたいなのを渡されて、ペンを渡されて、では試験始めてくださいって言って、コンピューターの前に座ると。 で、担当の方が、はい、このエルピックの試験で、これでこれでこれでってやると、試験が開始される。で、例えば、この問題ちょっとあやふれだな、三角だな、この問題全然分からないな、ツだな、みたいなことを、その渡された A4 のホワイトボードに書いていって、見直したりして、試験を進めていって、最後、試験、試験、試験、あのー、やっていって、本当に終わります、いいですか、はい、いいですか、は本当に終わりますよって言って、終わると、その瞬間に、あなたは何点で合格ですとか、何点で不合格ですって出ます。 はい、あの時はちょっと心臓に悪いんですけどね、そういうふうに、えー、とコンピューターベースの試験、以前はよくですね、あのー、筆記試験の本もやってたんです、ペーパーベースの筆記試験もやってたんですけども、ちょっと最近コロナの影響で、えー、とその辺のことは開かれておりません。そして、えー、とここをしばらく出てきているのが、オンュー形式の試験という形です。オンューとは何かというと、 先ほど言いました CBT 形式の試験、コンピューターの前に座って、マウスとかキーボードで入力する。その試験を、その試験会場じゃないところでもやってしまおう。例えば自宅とか、例えば会社の,あの会議室とかでやろう。そういう形の仕組みです。もちろんですね、これを試験にやるには、えっと、試験管に相当するものがいらっしゃい、の方がいらっしゃいまして、その方に指示を受けます。 えと必要なものはスマホと,、えー、とパソコンです。パソコンにはウェブカメラがついていることですから、よくノートパソコンでやるとよくいいというふうに言われています。で、えーと、スマホとか、あとパソ、あのー、ウェブカメラがついているパソコンをぐるっと一周させて、周りに何もないですか、カンニングできるものないですか。で、そういったのを見て、試験官がそれを判断して、はい、じゃあ試験始めてくださいといった後はあとは CBT 形式と同じです。 で、あの、試験のやる部屋とかにですね、物が多かったりすると、ちょっと物が多いので移動してくださいとか。ちょっと私も家が実はごちゃごちゃなのでですね、えっと、ここでやるって言ったらダメって言われましたので、結局、OK をもらったのが、えー、階段の踊り場でしたで。階段の踊り場でやって、まあ、しかそやっぱりその瞬間に合格不合格の判定が出ます。で,ですので、今は、まあえっと、ペアソンビュー指定のですね、えー 試験会場に行かなくても、えー、と自宅とかあと会,議会社にいるときは会議室で受けたりすることが可能です。もちろんカンニングができないようにいろいろな、えー、手法を施しています。はい、LPI が提供する認定試験としましては、実はちょっと形が古いです。どういったことになっているかというと、今このようになっています。 はい、まず屋台骨というかです、ね、一番有名になったエルピックというのが真ん中にあります。エ LPIC1、2ときまして、3が今まで300 30、303,304の3トルでした。ところがですね、304に入れた内容が多くなったので、304を廃止して、その内容を305と306に切り替えるという、えー、LPN の提供する資金はバージョンテロで管理されていまして、古くなったり。 ネタが古くなったり、逆に新しい、ね、トピックができた場合は、それを捨てて、逆に新しいトピックを入れて、試験をバージョンアップします。で今回はさらに、まあ、仮想化ですと、コンテナ、ドッカーとかで有名ですけども、あのコンテナ技術とかを入れたかったということで、304の枠に収まらなくなってしまったので、304を廃止、305と306を提供していると。今は304を並列で配信しています。305,306が新しく配信が開始されました。 それ以外にですね、右上の方にある DevOps Tools Engineer っていうのも日本語で提供されてます。で、今回実は話が来るのは左側のこの青色のところです。この中で提供されているものが実は一つ目、Linux Essentials というのがあります。その二つ目に今回 Web Development Essentials という左下のものが出てくる予定です。はい、準備は実はもう万端に整って、あとは配信スキームに乗るだけという状態になっています。 今回はこのえっとウェブデベロップメントエ s s e n t ルズについて話をしたいと思います。はい、っ、えー、とエッセンシャルズシリーズの位置づけですね。LPI が提供する資格試験の中で今3つ、3分の1ずつ分かれてましたけども、真ん中が、まあ、LPI の LPIC で一番重要。あのまあ 有名なもの右側がちょっとですね、あの専門的になったりとか、ちょっと高い分あの内容、専門度が高い内容がなっている。左側がエッセンシャルズシリーズというものです。エッセンシャルズシリーズは何かっていうと、LPI が提供する、どちらかというと、初学者向けの認定試験です。初学者向けの認定試験です。現在は先ほども言いましたが、Linux エッセンシャルズのみ提供しています。で、Linux エッセンシャルズ l, l s もともとルピック提供してた人だよね。ということは、エルピックのより簡単なやつかなっていう風な見方をする人が多いんですけども、実はエルピック1と,と Linux Essentials の関係は、正しく、必ずしもそうではありません。もちろんエルピック1の簡易版みたいな側面もありますけども、実はエルピック1には含まれていない試験分野が入,試験分野が入っていたりします。 ですので、エピックワ1の縮小版が Linux スエッセンシャルズだというふうなことを思わないでください。Linux スエッセンシャルズだけで問われている試験分野も存在します。で、今日お話しするのは、このエッセンシャルズシリーズ第2弾 Web Development Essentials というのを提供します。それの紹介です。で、 えとまあ、ウェブデベロップメントエッセンシャルズの内容は何かというと、まあ、ウェブ技術を中心に開発、プログラミング開発とか運用とかセキュリティとか、はたまたデータベースまでの知識を問う内容、ただし、例えばデータベースとか、例えばセキュリティ、それだけでも一つ資格試験ができてしまいますよね。ですから、あんまり深く問うと試験範囲が膨大になってしまいますので、それを薄く広く 資格,資格試験になっているという状態です。で、私も実は LPI のこういうセミナーを何度もやっているんですけども、大体この次はですね、はい、じゃあ皆さん、あの試験範囲を見ていきましょうって言って、試験範囲のリストをずらずらずらっとして、こういうトピックがありますよ、皆さん勉強してくださいねっていうアプローチを今までしてきました。ところが、ちょっと今回は毛色を変えたというのをさっきちょっと言いましたけども。 えーとですね、今回、実はちょっと別のアプローチをしてみましたというのは、ですね、まあ、私と同い年ぐらいの世代の人はです、ね、懐かしいと思う話、逆に私より若い世代の人は、え、そだったのという話で、ですねウェブの技術の歴史というか、ですね実際にこういうことが使われてたよね、こういう技術って昔あったよねっていう話をしながら、そこに含まれている。 ウェブデベロップメントエッセンシャルの試験範囲を説明しながら、ウェブの歴史に乗ながら、ウェブデベロップメントエッセンシャルズの試験範囲、試験項目を説明するという、ちょっと時系列に沿った説明をする、ちょっと変わったことをやっていきます。ですので、こういうこと昔あったなっていうおじさんたちは懐かしい話。若い人たちは、そんなのあったのと言いつつあ、こういうことを問われるのねという。で、これからスライドが約10枚流れますが、 その中にですね、赤字で反転させているところがあります。赤字で反転させているところがありますので、そこが実は Web Development Essentials の試験範囲であるということを、えー、ご理解ください。<laughs> じゃあ、早速いきたいと思います。 ウェブ技術ですねこれを実は話すともう昔話になってしまうんですけども1989年これセルンっていう日本語ではカタカナで振り仮名を振りますけどヨーロッパの原子力研究所物理原子力物理研究所といったかなそれのところであの実は生まれた技術ですこのウェブというのはで作った人ティム・バーナーズ・リーさんという方なんです。 うん、コンピューターのエンジニア、すごい発明家なんだろうな。いえいえ、この人、実は秘書です。お偉い大学の先生とかですね、そういったところで働いてる、えっと、秘書さんだったんですね。で、その人が文書管理のデータ管理をちょっと考えてくれよっていうので、あることを考えたんですね。 で、それが実はこの HTML とか HTTP につながる技術だったんですが、まあ、よくある話です。君のよにきゃね、あのアイディアがすごいんだけども、動かすもの作ってくれよっていうのはよくコンピューター業界でありがち。ところが先ほども言いましたティンバー・ナズリーさん、この人ですね。秘書なんでコンピューターのことなんかさっぱりわかんない。プログラマーでも全然わかんない。で、そこで頭抱えてたら、ね、ここにネクストって面白い機械があるんだけども、これ使ったら、 君がやってたあのハイパーテキストってやつ作れるんじゃないのって言って,てでティム・バーナーズ・リーさんはネクストの中の開発を、えー、と勉強したとで。その結果、実はこの HTML、HTTP のプラットフォームが出来上がったという経緯があります。はい、このネクストですね。あの今、c o r まはあまあ、スティーブ・ジョブズが作った会社であり、えー、コアの技術は今アップルに吸収されて MacOS、まあの中で生きていると。 実は一番最初に動いたのは NEXT だったって、なかなかあの歴史的にはびっくりした話です。そして、このデータ管理の一番面白いところは、リンクというのをクリックすると、そのリンクに貼られたページにジャンプするです、ね。これ実は情報学っていう分野があるんですね。例えば、紀元前なんかギリシャかどっかで、あの全世界の 集めたた図書館があったところが火事になってその図書館が焼失した、それが実は情報学的な歴史の切れ目だったりするとか、情報学という分野があって、このリンクでいろんなデータをジャンプしにして、データがつながることっていうのは非常に画期的なことだということで、それをハイパーテキストと呼んだと。テキストっていうのは文字列とか、 地面が並んででることですねハイパーっていうのは、なんかすごいことだと思うかもしれません。ハイパーのもともとの意味というのは、鍵根を飛び越えるという意味なんです。だからテキストを飛び越えるという意味。例えば皆さんが百科事典の後ろでですね、例えば何かの単語を調べて、この単語に関するものは何ページに載ってるよっていうのを、例えば指でポイって折った瞬間に、百科事典がパラパラパラって見込めて、そのページにジャンプしたら面白いですよね。でも実際にその百科事典はそのことは起きるわけから。 でも、コンピューターではそれができるようになっている。テキストの垣根を超えたハイパーテキストという考え方が生まれていると。で、このテキリンク同士のつながりが世界中にあの情報のリンクを張り巡らしたクモの巣のようにつながっているということで、ティム・バーナード・リーさん、ワールドワイドウェブ、クモの巣のような世界中に広がったクモの巣ウェブというのはクモの巣のことです。世界中につながったクモの巣のようだというふうに言ったところがワールドワイドウェブ。 よく皆さんが見るホームページ、URL www で始まっているのは、このワールドワールドウェブの頭文字から来ているよと。そして、サービスとかですね、ホンピュー内の技術的な側面から見ると、実はこのワ,、えー、ワールドワールドウェブは単純なクライアントサーバー形式です。クライアントサーバーの形式というのは、簡単に言うとですね、えー、クライアントのリクエストから動作が始まるということになります。 例えば、皆さんがどっかに食べ物、レストランに入って、えー、と何かを食べると。で、その時は、まあ、皆さんがこれこれをくださいとか。例えば、ラーメンくださいでも、お寿司くださいでも言うと出てくるわけですよね。それはクライアントが最初にリクエストを送ってるわけです。私はラーメン食べたいとか、お寿司食べたいと。そうすると、サーバーである。これはレストランのお店側の方です。が、それを提供してくれるわけです。いきなり入った瞬間に、向こうからラーメン持ってこられちゃう。 ラーメン食べたかったとしてもちょっと気持ちが悪いですね。クライアントサーバーの基本原則は、クライアントから通信が始まるということのクライアントサーバー形式。そして、クライアントとして有名なのは、あえて2つほど名前書いてませんけども、サファリ、ファイアフォックス、クロームなどのブラウザーと言われるのが有名でした。最近寿命を迎えたということで、1週間前ぐらいもお祭りになったインターネットエキスプローラーもこれに入ります。 そして逆にサーバーというのはですね、アパッチ HTTPD とか有名です。昔はセルンだった、一番上に書いたらセルン HTTPD とか NCSHTTPD だったんですけども、NCSH の HTTPD にたくさんパッチを当てたから、アパッチっていう名前がついて、アパッチが提供している HTTPD。そして、ライトウェイトな、それよりも簡単に動く、軽量で簡単に動く、エンジン X、ちょっと読みづらいですけど、エンジン X って言います。 最近の話題ですと、このエンジン x 開発のとかロシアなのでおい、この後どうなるのエンジン x の開発っていうことが実は騒がれていたりします。有名なのは Apache, c d p d エンジン x などがサーバーとしては有名です。はい。で、ウェブ技術、ホームページは HTML というページ記述言語で記載されています。で、 ほえー、とページ記述言語の一番簡単なものはタグって言われる形で、文字の間を何かのタグで挟むと、その文字が強調されたり、特定のエフェクトが当たられたり、タグで開いてタグで閉じるというまあページ記述言語、マークアップランゲージですね、メールっていうマークアップランゲージで書かれていると。そして通信は HTTP、ハイパーテキストトランスファーボルところで通信されていると。で 通信内容、今、現行一番メジャーの i c t p 1 1でも、実は全部テキストベースで流れています。音声とか画像は、音声とか画像も実は、えっと、テキストベースで流れています。で、そのテキストベースで流れているデータの、えー、変換方式の m i、e、マルチメディアインターネットメディアエクステンション、マイム e ってって、 マイムと言われている形でベース64エンコードとかで流れて全部テキストベースです。で、これが通信方式として面白いんですけども、リクエストを送ります。リクエストは1行目にリクエストライン。その後にヘッダーが続いてボディが続く。で、そのレスポンスはやっぱりレスポンスラインというのが1行目にあってヘッダーがあって、そしてボディが流れると。で、そのボディの部分、レスポンスボディの部分に HTML で記述されています。で、ブラウザーは、その HTML のレスポンスボディの内容を読み込んで、で、えーとまあ、画面に字を出そうと。もしも画像のリンクがあったら、そのリンクを取りに行こう。画像のリンクに従って、画像を取りに行こう。また通信が走る。そういった形になっています。で、ここで覚えておいていただきたいのは、 レスポンスボディが返った瞬間、レスポンスボディが返った瞬間にもうそのホームページの,あの記述内容は決まってしまってるんです。ですから、レスポンスが返った瞬間にもう決め打ちでもうホームページってこういうふうになるよ、こういうふうに表示されるよっていうのは決まっていました。で、 まあ基本、ウェブというのは、HTML5 に書かれていたもの、またその HTML が貼ってあるリンク先の画像とかで、いわゆる性的なコンテンツ、スタティックなコンテンツであった。ところが、すぐ動的なコンテンツにしたいというのは、動的なコンテンツって何かというと、要はリクエストのたびに、そのコンテンツの内容が変わるもの、例えば掲示板とか。 ね、掲示板でねえねえって書き込んだ瞬間に、ポストってやると、その掲示板にねえねえって書き込まれると。で、他のやつがその掲示板を見るとだ、岡田がねえねえって書き込んだのを見ることができるので、その別の人はなあにってやる。そうすると岡田がもう一回そのページにアクセスすると、なあにって別の人が書いたことが読める。これは送あのー、リクエストを送るたんびに表示内容は変わりますね。こういうのは動的なコンテンツ。 この動的なコンテンツに対して、まずデータを送るときに使う技術をフォームって言いますで。フォームで値を入力して、ゲットやポストでデータを送りつけます。そうすると、このデータをウェブサーバーが受け取ります。ただ、受け取っただけでも何もできないので、ゲットやポストで受け取ったデータをプログラムに引き渡します。そうするとプログラムが 動き始めて、はい、誰かさんは、例えば岡田ってやつがねえねえって言ったんだねと。で、その受け取ったプログラムがねえねえって受け取ったら、じゃあどうしようってことが次で動きます。で、そのデータをサーバーが受け取ったプログラム、サーバーが受け取ったデータをプログラムを動かす、このサーバーとプログラムの間の引き渡し部分の仕組みのことを CGI ってあります。 懐かしいと思った方、90年代からネット触ってる人。で、この CGI で例えば掲示板を作ったり、使ったり、アクセスカウンターを作ったりすることができる。で、このプロで受け取ったプログラムは、例えば岡田がねえねえって書いたと。そしたらじゃあねえねえって内容をファイルに書き出して、次からこのファイル読み込んで画面に表示しようとか。もっと込み入ったもの、例えばなんか検索へ。 データベースに入ったものを検索したいといった場合は、それをデータベースでアクセスしたら DB, DB って赤字で書いてありますね。DB で赤字で書いてあるということは、試験範囲です。アクセスを行います。で、DB にアクセスして何かデータを取る、ファイルからデータを読み込む、そのデータを読み込んで、レスポンスを返すときのあのボディに、その受け取ったデータを書き込むと。このレスポンスに、 データベースやファイルから書き込んだデータを書き込むあの、載せるっていうことをこのプログラムがやってたんですね。はい、ですから CGI っていうのはよく昔パールで書かれてましたっていうのがこの、この当時ですね、パールっていう、まあえー、と C 言語みたいな文法なんですけども、コンパイルする必要がなくて誰でも扱いやすいっていうんで、このパールで書かれた CGI よく出回ってました。で、何があれかというと、 実はその CGI をですね、集めた CGI 何十本入りました、設置の仕方も紹介します、本なんていうのも90年代よく配布されてました。それで、えっ、ー、と、処理を行っていたというのが、えっ、ー、と、主にこれ90年代前半ぐらいな技術、あすみません、90年代後半、2000年までいってない時代の、えー、と内容だったりします。はい。で、 プログラミングの言語は、じゃあ今、パールっていう言語が一つ出てきたけども、パールじゃなきゃいけないの。いえいえ、いろんな言語でやってます。例えば、有名な Java という言語で動いていたり、まあ、えー、とその他、えーと、ページの記述に特化した内容があったりします。例えば、ロジックが中心ですと、Java でもサーブレットとか、パールと CGI でパールというのが書かれていたり、逆にページ記述言語って。 ページ記述中心の言語って何かっていうと、要は HTML のロジックに、こっからここまではプログラム書くよっていうと割り込み書くんですね。そうすると受け取った瞬間にそれを読み込んで変換して、プログラムで動く。そういった形で書いたのが Java の JSP っていう分野だったりとか、あと PHP っていう分野だったりします。PHP 今でもですね、バージョンアップしながらあちらこちらいっぱい使われています。で、それ以外によく使われた方式っていうのは、 ロジックにテンプレートエンジンを使うっていう方式、簡単に言うと、ホームページのひな型作っちゃうんですね。で、ホームページのひな型、よくテンプレートエンジンの具体例で出されるのは年賀状ソフト、皆さんもね年賀状で、パソコンで年賀状作ったことあるかもしれませんけども、年賀状っていうのは、実は年賀状ソフトの中にですね、ハガキのひな型が入ってるわけです。で、ここに住所1、こっちに住所2。 ハガキの真ん中に宛先紙面を書き,書きましょうとで。データとしては住所録があるわけです。そうすると、テンプレートに従って、データの住所1、住所2をはがきに印刷する、テンプレート、ひな型に従ってデータを混ぜ込む、この、えー、と混ぜ込む作業をするのはテンプレートエンジンといいますで。そのテンプレートエンジンを使って年賀状ソフト。だから何,か何をしたのかっていうと、 ホームページのひな型をだけ作っちゃって、ホームページの,その変えうる部分、変わりうる部分にデータを流し込んで、でそれを、えー、とホームページとして利用しようというテンプレートエンジンも利用した形が、えー、とよく昔使われました。で テンプレートエンジン、赤く書いてありますけども、実は Java で動くテンプレートエンジン、あすみません、間違えました。JavaScript で動くテンプレートエンジンが非常に多く使われて、ああの試験範囲になっています、はい。で、今ちょっとテンプレートエンジンのところであの話がたくさん右に行ったり、左に行ったりしました。何かというとですね、昔から実は戦いなんです。 戦いって何って実はデザイナー VS プログラマーっていうのが永遠の戦いなんです。デザイナーがデザインにき,れきれいにデザインをする。ところがプログラマーとしては、そのきれいなデザインもいいんだけども、プログラムでそれをちゃんと正しく動かさなくちゃいけない。そうすると大事なんですね。何がどう大事かっていうと、まあ、HTML、 が実はデータなんですけども、それ以外にデザインを専門で行うですね、ンン CSS というです、ね、あのページ、あれ記述のスタイルシートがあります。この CS、カスケードスタイルシート、今、瞬間ちょっと頭取りました、ごめんなさい、カスケードスタイルシートというのがあります。 これを使って皆さんプロ、あの、画面をデザインするんですけども、デザイナーが HTML と CSS で、まあ、ひな型を履けます。そうすると、プログラマーはそれを見てですね、一生懸命、えっ、ー、と、それに対応した出力をするようなプログラムを書くんです。そうすると、仕事が分断してしまうんですね。で、例えば、応答ごとにデザインが変わるとか、ちょっとここ直してよってお客さんから注文が入って回収が入ったとき、プログラム1から全部やり直し。 どこをどう直すっていうことになると、デザイナーからすると、たかだかこれ、こう直すだけだろうって言ってるんですけど、プログラマーからすると、あれやってこれ,てそれ、大変なことになってしまうんです。延々でデザイナーがデザインして、プログラマーがプログラミングするっていう、まあ、変な話です、対立って言ったらあれなんですけども、ずっとこれに苦しめられているところがありました。そしてもう一つ、HTTP にはです、ね、変わったというかです、ねえーと、機能があります、というか特徴があります。セッションというものなんです。 セッションっていうのは簡単に言うと、直前につながっていた保証をすると。で、ウェブっていうのは、このセッションがステートレスという形になってます。簡単に言うと、一回一回切れる電話だと思ってください。例えば、誰かが私に電話してきました。例えば、佐藤さんでしたが。佐藤さん。これもちろん、佐藤ですけども、岡田さんですかはい、そうです。じゃあ、あの、これこれなんですけどこれこれについて、あ、そうです、はい。お話できますよね、電話では。 でも、一回一回切れる、つどつど切れる電話でどういったことかっていうと、佐藤さん、佐藤ですけども、岡田さんですはい、そうです。あガチャ。一回電話切る。で、また電話かかってきて、佐藤ですけども、先ほどあの、お話ししたいことはこれこれで、あ、そうですか、ガチャ。また切れる。つどつど切れるような電話なんです、ウェブって。そうすると、どういったことが起きるかっていうと、通信が担保できないですよね。佐藤さんから岡田です。電話してきた。 で、2回目にまた佐藤ですけどもって言った時に、本当にお前佐藤さんさっきの。逆に、佐藤さんからしても、かけた相手が岡田さんですね。2回目も岡田さんですね。そうだそうだって言っても、本当にお同じ岡田さんなの保証がないですよね。ところが、ウェブっていうのは実はこの保証がない通信で出来上がってます。で、結局、どういったことで実現したかっていうのを、クッキーというのを利用します。クッキーというのは簡単に言うと番号札のようなものだと理解してください。で、 佐藤さんから、はい、佐藤ですけど、岡田さんですか、はい、そうですよ、ときに、岡田はどうするかって、そこでクッキーって呼ばれるですね、まあ、番号みたいなのを渡します。123番、ボンと渡します。で、もう一回、佐藤さんが通信してください。佐藤ですけども、ちなみにさっき123番って札もらったんですけどあさっき123番を渡した佐藤さんですね。はい、はいって言って、また戻す。で、また佐藤さんが3回目の通信を要求する。 そうすると、さっきまた123番もらい続けてる佐藤なんですけども、あ、はいはい、さっき123番渡した佐藤さんなんですね、みたいなことでやると。例えば、皆さんがヤフーとか、ちょっと大きめのサイトとかアマゾンとかやると、ね、皆さんが見た、例えばアマゾンで何かを見たりすると、あなたが見たものを買った人はこんなものも買ってますっていう風うなのを次の見たとき、ブラウザで覚えてますよね。これ、セッションなんです。 ブラウザにアクセス、アマゾンにアクセスした瞬間にそれを渡されるんです、123番を。で、さっき、以前123番でアクセスしたやつは何見てたのか、あ、これ見てたのか、うん、これ見てたやつ、買ったやつは、うんと、他に何買ってたっけ、昔は、あ、こういうのも買ってますよ。それをクッキーというのを技術で実現して、セッションがないんだけども、技術的につながった連続した通信であるかのように見せかける技術っていうのをセッションとして実現しています。 はい、このクッキーという技術なんですけどもね、えー、最近ですね、ツに見る機会が皆さん増えてるはずなんです、はい。右側の写真を見てください。クッキーの使用について、ほにゃほにゃほにゃて書いてある、これ、実はですね、レッドハットという会社のホームページから撮ってきた写真なんです。でレッドハットに限らず、世界的な会社はこれ、必ず書いてあります。これ、何かっていうとですね、さっき言ったその123番の札みたいなものって言いましたけども、クッキーというデータを相手に送りつけて、その クッキーのデータをもとにどこをどういうふうにうろついたか、みなあの会社は収集してるんですね。その動きに沿って、っては何かマーケティングをしたり何かしたりするんですけども、そのクッキー、およびそのクッキーを与えて取得した情報は個人情報に当たるというのを、実はユーロ、EU ですね。EU がそれを言っちゃったんです。その法律、なんつったかな、GPDR だか GDPR だか、その名前なんですけども。 そういう法律作っちゃったんです。おかげでウェブ業界は大迷惑でですね、ウェブクッキーの、その要は、弊社としてはクッキーをこうやって皆さんに与えて、その皆与えたクッキーでこれこれの情報を収集していますが、皆さんはそれでもあの弊社のサイトを使ってくださいますか、はい、いいえみたいなことをトップのページに飾らなくちゃいけなくなっちゃった。いい夢余計なことやってくれたなと言ったのが、あの世界中の,そのウェブのサイトのマネージャーさんなんです。 で要は GDP や GPDR のこの、えっとまあ、簡単に言うと EU の個人情報保護法なんですけども、これにより実はまあクッキーという言葉がやたら皆さんどこ行っても聞かれるはずなんです。このサイトではクッキーを召集して、皆さんのこれこれ情報を召集してますけど、これにちょっと皆さんはどういただけますか、はい、いいえみたいなことをやたら聞かれて、OK、OK、OK、受け入れる、受け入れるとすと思いますけども、実はこれ、クッキーの利用の EU の個人情報の保護。 と言ってたら、日本もとう個人情報保護法バージョン2みたいなので、これを適用するって言った話なので、またちょっと一騒と動あるかもしれないというのが実はウェブの業界だったりします。はい。で、もう一つ、JavaScript という言語があります。これは90年代後半にできてネットスキップ社が制定しました。 で、プログラミング言語、さっきから JavaJava って言ってますけど、Java と JavaScript に関係はありません。時々 Java と JavaScript イコールとかですね、JavaScript の略語として Java と言ったりする人がいるんですけども、それ分かってない人だねってって、よくどうやったら分かってないか、例に出そうかって言って、みんなで大喜利が始まって、よく言うのが浜松と浜松町ぐらい違うんだよって、よく冗談で言ったりしますけども、それぐらい別物です。で、当時はですね、テキストも、 ページ上のテキストを右から左に走らせたりとか、チカチカ反転させたりとかしてですね、なんかちょっとウェブのホームページ上のですね、なんか効果、エフェクトをですね、得ることができるようなものだよねっていうことが言ってました。ところがですね、これも一つ厄介なことがあって、JavaScript の実装がまあ、なんていうかいい加減ってうなところがあってですね、ブラウザーごとに動きが違う。だから頑張って JavaScript であ、 データあのプログラムを書いたとしてもです、ね、別のブラウザに行くと挙動が違ってああってことになっちゃう、まあ厄介ものだったのでみんな使わなかったんです。ところが、HTML の要素にです、ね、ID というのを付与して、その ID にめがけてデータを書き込むということをするんですね。先ほども言いましたとり、何が違うかというと、先ほども言いました、ホームページっていうのは、HTTP の レスポンスのボディ部分に載ってきたものをそのまま出してたはずなんですが、そのコンテンツに ID というものを振って、後から上書きすることによって、レスポンスを受け取った後からでも、ホームページを書き換えることができる、コンテンツを書き換えることができるようになった。例えば皆さんが何かあの商品のカタログサイトで右へ左へと押すと、パッパッパって写真が切り替わったりするようなことがありますね。あれ昔じゃでできなかったんです 1>, 1回1、回右っとした瞬間にもう1回全ページの呼び出して画像も取り,取りに行ってっていうことをやってたんですけども、この JavaScript の技術を使った後から上書きをするということができることによって、ああいったことができるようになった。で、ことの発端は何かっていうと、Google マップだったんです。Google マップ、皆さんもお使いになって、もしくはそのスマホ上でね何かえっと地図として使う。 ことが多いかと思います。あの Google マップがホームページで見たときに、皆さん、あれ見てびっくりしたんですね、開発者は。なんでこんなことができるのと。地図っていうのは広く見れれば広く見えるほどいいわけです。その代わり画像の転送量が半端なくなっちゃうわけですね。必要なところだけ必要な分を転送してほしい。Google マップは右とか左にスライドすると、足りない分が後から上書きされますよね。あれ、ページリロードしてないのになんでこいつ上書きできるの答えは JavaScript のの技術を利用したた上書き機能だったんですこういうい非同期通信って呼ぶんですけども、後からデータを取り寄せることができる、拡大すると拡大した画像でまた表示することができる、その拡大した画像を上に右に左にスライドさせると、またスライドの足りない部分がまた画像が乗っかってくる。で、こういう技術を JavaScript を利用したアシンクロナス j a v a s c r i p t x m l 頭文字を取って AJAX って言われるようになりました。 この ADAX っていうのが前世になり、要は HTML って今までサーバー側が返したものだけ表示してたのはもういらないんだ、そんなこと考えなくていいんだってことになった。で、この技術を、えー、と使っていろんなことができるようになって、Web の新しい使い方ができるぞっていうことになって、これが2005年前後、2005年前後で Web2.0 という言葉が前世になりました。はい で、この技術で一番、あのーま、間違いやすいのが、誰がプログラムを動かしてるのか理解してくださいっていことです。イコール、これは利用している CPU はどこかって。ね例えばサーバー側、CGI、JSP サーブレットなどでプログラミングすると、サーバー側が動きます。データベースにアクセスしたりして,て、HTML を返す。その時に動いてるのは、サーバー側の CPU だらけ。 こういったものを開発した人はサーバーサイドプログラミングというのを行います。逆に JavaScript による AJAX、飛んできたデータをフロントエンドで加工して、データの上書きを後から上書きをするような技術。こういったのフロントするような技術。これは JavaScript が動いている。JavaScript が動いているのは手前のブラウザーです。このブラウザーの CPU 誰というと、実は皆さんが使ってるパソコンとかスマホなわけです。 ですから、皆さんのパソコンとかスマホをフロントエンドってこううい言いますけど、フロントエンド側が動いている、そういったのを作るプログラムことをフロントエンドプログラミングと言います。で、こういったオンラインサービスでよく提供している Google、まあ、サーチエンジンとしてスタートしましたけども、例えば Gmail とか、さっき言った Google マップとか、いろんなサービス提供してますよね。Google はもともとサーバー側でいろんなものをやってレスポンス返してたんだけども、いちいちレスポンス全部返してると、もうサーバー側の 負担が大変でしょうがない。だから、フロントエンドの CPU を一部利用させてください。で一部利用させていただいて、サーバー側にたくさん問い合わせが来るから CPU いっぱい使わなくちゃいけないんだけども、サーバー側の CPU の、えー、と負担を肩代わりして、フロントエンドの,あのプログラム、CPU 使わせてねということを、この Web2.0 の時代の時に Google は言っていました。はい ちょっと実は他のページからいきなり赤字が減るんですけども、これ大体2005年から2010年ぐらいの話です。当時ウェブ技術何があったかというと、フラッシュってあったの皆さん覚えてますかニコニコ動画とか YouTube で脚光を浴びてです、ね、皆さんもあのアプリ作った人いるかもしれませんけども、まあ、実はフラッシュに互換したので、シルバーライトとか JavaFX ってあったの早々に消えました。で、2007年、8年ぐらいに iPhone が登場しました。 で、ずっとこの当時、フラッシュ全盛だったんですけども、スティーブ・ジョブズがたった一言、iPhone でフラッシュは対応させません。これから出てくる HTML5 でこと足りるんだって言いました。で、実際に Adobe がその後どうしたかっていうと、フラッシュの技術は非常に有効だったんですが、もうできることが多すぎて、もうセキュリティホールが穴だらけ。頑張って閉じてるんですけど、それでも追いつかない。もう Adobe 自体ももうあのできることが 限られてきちゃったとっいうことあのサポートができそろそろすらしづらくなってきたということでサポートを停止しました。ということでフラッシュがなく,あのなくなったのが2015年より前、2010年から2015年の間だったと思いますで。で、ここに注目していただきたいのはフラッシュという単語と HTML5 という言葉、赤字になってません。試験範囲には入ってないところです。で、以降、HTML5 が全盛になりました。 で、HTML5 の特徴は何かっていうと、いろんなことができる。例えば皆さんが iPhone で、ブラウザで Google マップを見たら、そこに皆さんがいる位置に乗る。これは実はブラウザが iPhone の GPS 機能を掴んでるんですね。ブラウザがハードウェアを操作するなんてこと、本来あっちゃいけなかったんですけども、HTML5 ではそういったことができるように拡張する部分が入ってました。 だからそういったことができるように HTML5 対応のブラウザーっていうのは。で、以前は HTML5 のどこに何が使えるかっていうのは実は一覧表があったんです。Firefox、Chrome、Google Chrome、Apple 社 Safari。Safari も Mac で動く Safari と iPhone、iOS で動く Safari っていうのが区別されてた。ところが、この HTML5 前線の時に 変な機能がいっぱい入ってて、身動き取れなかっブラウザーがあったのが先日サポートが終了アナウンサーだったのがインターネットエクスプローラーです。あれですね、JavaScript の会にビジュアルベーシックスクリプトとかわけのわかんないこといっぱい機能をやって、独自機能で開発してオレオレを当てたらですね、あの要はデザイナーからすると期待した通りのホームページが表示されない。ウェブデベロッパーからすればデベロッパー通りにいかない、おまけに JavaScript の動きが変。とどめは HTML5 の,の対応がグダグだで。 もういい加減勘弁してくれよっていうのが散々開発やから言われてました。だから、インターネットエキスプローラー、さようなら、追悼って言ったやつを言って、あんなもんなくなって喜んだの、俺たちだけじゃない。つら、あの、やっぱり、IE は最高の Firefox のダウンロードだっつったやつが言いましたんでね、間違いなかったかなと。 マイクロソフトもそれ気づいていて、このままだと IE の独自性でマイクロソフトのブラウザス,ストップを向かれるぞって慌てて出したのが Edge です。Edge も独自実装をやったんですけども、Edge のバージョン2.0からですね、えー、と中身、Chrome と同じ機能を、えーとブあの、レンダリングエンジンを使うようになりました。でということで、HTML5 対応のためにインターネットエクスプローはなくなりました。で、それと同時に並行して走っている技術が、 ウェブ API、RESTAPI という技術があったんです。これ何かというと、HTTP の通信でデータのやり取りを行う。で、そのデータの消しでよく使われたのが JSON です。で、この今 JSON では、えー、とやり取りされているウェブ API、RESTful API というのは、結局どういうふうになっているかというと、ウェブアプリでよく使われている仕組みです。 MVVM って言うんですけど、簡単に言うと、フロントエンドはホームページ、HTML と CSS と JavaScript で設計されて、で、フロントエンドから Web API、REST API に投げます。そうすると、データを取ってきて必要な部分だからピュンピュンと押し込むんです。で、サーバー側は先ほども言いましたように Java もありますし、Python で動くのもあります。Node.js というですね、JavaScript で動くサーバー。JavaScript はフロントエンドだと言いましたけども、サーバーサイドの言語として、 使われているノード JS というのがあったりもします。ノード JS というプログラムがサーバーサイドで動いて、それの駆動言語は実は JavaScript だったです。で、これのポイントはすごいのは何かっていうと、フロントエンドは HTML でホームページ、バックエンドは RESTful API で JSON だけで通信しています。だから通信量が少ない。で、ページのリロード、先ほど言いました通り、全ページを AJAX とか非期通信の 後から書く、上書き、は後から上書き、後から上書き、非同期通信でありますので、ページのリロードを発生しない、ページのリロードが発生しないホームページの仕組みのことシングルページアプリケーション、SPA となります。で、さらに発展させると、必要なデータを取得することにも、この REST API が使えるから、その MVVM でフロントエンドとの通信だけじゃない。 例えばスマホアプリ。スマホって結局実は外の通知何かっていうと、Web API、RESTful API AP を iPhone とか Android が呼び出していることが結構多かったりします。それとかデスクトップアプリからも、この RESTful API、Web API を使うことができるとして、利用度が高くなるということになります。今、実は最新だと MVVM、えっ、ー、と、Angular とか、えっ、ー、と、その他もろもろ。 リアクトとかその辺のフレームワークが全部この MVVM というアーキテクチャで動いています。あとは何だっけ ?Vue.js か ?Vue.js とかその辺のフレームワークが全部この辺で動いています。私、Angular が好きでやってたんですけど、形で動いていますということになります。はい。時間が、すみません、私いつも長くしゃべっちゃうので。まとめとしましては、 えっと、LPI では近日ウェブデベロッ l o p m e n t s s l という資格試験が配信開始します。もう準備なんかあと配信するだけになってます。で、ウェブの技術、開発、DB、セキュリティ,リティに関して薄く広くいろんな範囲が引かれます。データベースって資格、それだけで資格試験、オラクルのやつあるじゃん、ね、って言われるかもしれません。そうです。えっと、 ウェブデベロップメントエッセンシャルの DB 関する資格試験範囲、えー、とホームページに載ってますけれども、こうやって書いてあります。テーブルを2個以上使うような技術は問わないって書いてあります。正規化っていうのを皆さん覚えている方がいらっしゃる。あの正規化の話出ません、えーテーブル。正規化すると必ずテーブル2個必要になりますよね。ですからテーブルを2個以上必要になるような技術は問わない。ですから簡単に言うと、インサート分とかセレクト分とかその辺のいわゆる基本的なところとか、その辺のことが問われますよと。で 今日は、まあ私が中心に見ましたけど、視点で見ましたけども、えーと、過去に遭遇したウェブ技術の発展の経緯、こういうふうにウェブ技術ってあったよねと説明しました。大事なことが一つ抜けたの決断を覚えてますかわあの私は日本のスマホ業界が低迷した一番の原因、互送戦端方式の i モードっていうのをわざと書かなかったんですけども、一方、日本のモバイル HTML 業界では i モードは頑張ってて iPhone に駆逐されたというのが2 0 0 1 0年代から2010年ぐらいの話ですね。はい。で、HTTP、HTML のこれからは、特に HTTP2、で、HTTP3 って、これ実は、Google が提唱している通信方式で、UDP でクイックというの技術を使うのが出てくるという話です。えー、昨日話い人は情報収集してますので、えっ、ー、と、興味があるか、まだまだいろんな技術がアップデートしていきます。私もアップデートしていきますし、皆さんも注意を持っていってください。 最近ウェブ3って言い方をしてます。Web3.0 じゃないんですね。ウェブ3って言い方をしてて、何って言った ?NFT とか言っもうほとんどウェブじゃねえな、それっていうようなもの。私、あれは怪しいと思ってますけど、まあ、怪しくていろんな解釈ができる単語というのはバズワード。ウェブ二点2 0の時もそうだったんですね。えそういうので、怪しいと思ってますかバズるかもしれませんので、まあ、そういう斜めで見ていってください。はい。えっと、 LPI からのお知らせ。あとすみません2、2分ください、えーと。コミュニティ活動も頑張ってますし、LPI はですね、えーと、認定価値の維持と継続的,の継続的に行い、認定者、これからの受験者、雇用者 LPI のパートナーにとって価値ある国際人定として認識される努力していきます。こういうことです。LPI が発行した試験を取って、例えば就職に役に立ったとか転職するときに役に立った、そうすると受験者さんはハッピーですね。それに、ね、例えば私みたく SES で飛ばされている。 じゃあ、うちは l p i の資格試験をみんなに取らせて、えー、SES でエンジニアを送ったら、相手の会社さんに喜ばれた。逆に、SE、あの l p i の資格試験を持ってるやつっていうふうに条件を集めて、えーと、条件を決めて集めたら、えーと、いいエンジニアが集まった。l p i の試験ってそんな人気あるのじゃあ、うちでやってみよう。 オンラインの学習サイトや出版社さんが LPI の資格試験に向けてコースを作ったり書籍を出版したら儲かったよかったよかったいろんな人がよかったよかったになるように LPI および LPI 日本集は死ぬほど頑張りますって書いたのがこのページに書いてあることです。はい、で Facebook、Twitter でも情報発信してますので、えー、とキャッチアップしてください特に Twitter の方がですね、えー、と非常に、えー、と私も見てますけども、えーと 情報のキャッチアップが早いのでご覧ください。あと、YouTube チャンネルですね。えっと、LPI 日本支部のですね、あの、チャンネルございますので、ぜひ、とか私の過去の発表も書いてあります。はい。あの、コンテンツ取っています。あと、ウェブ、ウェビナーとしてですね、AI エンジニア目線で語るキャリアアップに必要な l i n ク x の重性とアビ、アビントンアカデミーの紹介ということで、アビントンジャパンのですね、 AI エンジニアって名前書いてないな。方のえっと発表があります。7月23日。これは LPA 日本支部が独自で行うセミナーなので、こちらの方よろしくお願いいたします。また、スクールさんとかですね、えっと、出版社さん、その他、ね、日本支部のパートナーになっていただきたいので、えっと、パートナーに興味がある方、はぜひこちらの方にご連絡をお願いいただければと思います。 すいませんちょっと最後の方5分ほどオーバーしてしまいました。書き足になってしまいました。ご清聴ありがとうございました。